らですね、大阪成蹊大学の現代経営情報学部の工藤先生にちょっと話します。あの、はじめまして。あの、山陽の僕これすごい好きや、このカメラ。私もこのカメラ好きなんです。いや、これはね、そのムービーを撮れます。ちょっと撮れ、ムービー撮れ。ズームを聞く、すごいあのザッザッと。大阪成蹊大学工藤ですが、よろしくお願いします。今日は北海道からメロンの営業行ってます。高槻ライバーナッシュビルウエストで、それでね、まあ、この成蹊の企業塾です。金毛社長なるわ。これについてちょっとあのぜひあの趣旨を、はい、あの今度は来週の水曜日の13日の水曜日が第1回ですね、はい、あの一応あるそうなんで、はい、私もちょっと顔出していきたいなと思うんですが、これやってる時にどうでしょう。たまたまね、金毛社長社長になろうという本を出したお兄ちゃんを、彼今漢学の客員教授、吉田正樹、吉田先生、はい、彼を公園に呼ぼうと思ったら30万50万用意してる、それは無理やと。でなんかある人がちょっと高手イベントしよう、6年前、経済産業省厚生労働省大阪成蹊学園でイベントをやった。その時に素敵な男性、女性7人と勇ましい男性7人、バトルトークの昔フリーカップ5対5みたいなイベントをやった。そういう縁でその弟子が寺田っていうので、彼は流行る店をやってる、関西230店舗をデザインした彼が応援すべて、この君を社長になる、オーナーになるっていうあれを企画してます。でそれが来週、再来週の13日からスタートします。よかったら。具体的にはどういった内容を一応勉強できるんでしょうか。一応ここにあるシリーズ全部、ごめんなさい、まず、挑戦し続ける企業という生き方、2番目、成長する事業はメーカーのコンセプトが必要、3番目といろいろあって、最後16回目ビジネスコンテスト、そういうイベントをします。で12月の中旬で終わります。いや、あのうちの大学もね、学生団連れてきて、佐藤先生っていう方がおられるんですよ、はい、アントレプレナーシップとか言ってなんかやってますけど、はい、ご存知ですかね。知りません。まあよろしくお願いします。あ、そうです、はい、わかりました。でそこで素敵なね、彼女を紹介して、元モデルさん、あ、まあ、高岡よしみちゃん、高岡先生ですね。よしみちゃんどこ行ったの。ここ行った。よしみちゃんはその隅は、先ほどいただきましたよ、紙を。あ、そうそうそう、島田ね、ありました。先ほどいただいた紙ありますけど、ウォーキングの彼女ですか。ウォーキングの方です、ね、元ホテルウーマン、はい、はい、よしみちゃんさんという方もおられます。わかりました。よろしくお願いします。これはあのあれですか、どうか女性、まだ上げます。女性受けたんですか、どっかの、どっか経済産業省かなんか。いや、ここ文科省、あ、文科省、半分営業、3年間営業でやりました。おー、じゃあよろしくお願いします。